の大地、北海道からの列車の旅も終わりに近づいてまいりました。あと6分で京都に着きます。連絡電車のご案内を申し上げます。新幹線名古屋東京方面、新幹線乗り場11番12番乗り場下り、広島博多九州新幹線ご利用のお客様、13番14番乗り場関西空港線特急はるか、はるか号30番乗り場から佐賀の山陰線、二条亀岡園部方面31番から33番乗り場、湖西線大津京片田方面3番乗り場、琵琶湖線大津石山草津方面2番乗り場、 JR 京都線高槻茨城方面4番5番乗り場、 JR 奈良線宇治木津方面9番10番乗り場へお越しください。トワイライトエクスプレスの旅はいかがでしたでしょうか。数多くの思い出を乗せまして東山トンネルを通り疎水鴨川を渡りまして千年の都京都に着きます。今日は秋田山形県付近におきまして強風の影響により列車が遅れまして大変ご迷惑をおかけをいたしました。約70分遅れての到着となっております。列車が遅れましたことをお詫びを申し上げます。まもなく入りますトンネルを抜けますとすぐに京都に着きます。京都でお降りのお客様、お降りの支度をしてお待ち合わせください。